カンディド・ポルチナーリ、カンディド・ポルチナーリ、コンディド・トークアとポートナリー。1903年12月30日から1962年2月6日は、サンパウロ州生まれのブラジル人画家。コンディドをカンディドとするのはポルトガル語読みで、ブラジル・ポルトガル語読みでは、カンディードと表記する。ポルチナーリは、サンパウロ州、ヒベロン・プレート市サンタ・ホザ、サンタ・ロサにある、 コーヒー農園のイタリア系移民の十二人兄弟の二番目の子供として生まれた。その後近くのプロドスキー、ブラドフスキーに居を移し、両親は小さな雑貨店を営み、彼はここで少年時代を過ごす。幼少の時から絵の才能を周囲に認められていた。彼は十六歳の時、絵を学ぶためにリオデジャネイロに行き、国立芸術学校エスコラナスヨナルデベラスアーテスで学ぶ。 1928年に第35回芸術学校展覧会にて、オレガリオ、マリアーノ、オレガリオ、マリアーノの肖像で金賞を受賞し、ヨーロッパ旅行の権利を得、イタリア、イギリス、フランス、スペインなどにありする。滞在中友人に、後にパラニンの手紙、カルタドゥ・パラニーニオと呼ばれる手紙を書く。その中で彼は、パラニンが故郷、ブロドスキーにいた。 普通の人であるのにもかかわらず思い出さずにはいられない心境を述べる。ここからだと自分の故郷がもっとよく見える。自分はこれからは故郷にいたあのパラニンを描こう。いつもの服を着た彼らをありのままの色で描こう。と決心を語る。その後、この言葉通り彼は生涯を通じて広国ブラジルの姿を描いていく。1930年。 フランスで、ウルグアイ人のマリア・マルチネリ、マイア・ビクトリア・マルチネリと結婚。翌年ブラジル・リオデジャネイロに戻る。一年半余りのヨーロッパ滞在中には、美術館鑑賞ばかりして、わずか六枚の絵しか描かなかった彼だが、その後は、精力的に活動し三十年余りの間におよそ五千点の作品、デッサン、壁画などを残す。リオのアトリエには、いつも評論家、 画家などの文化人が集まっていた。生計を保つためにも活動当初は、肖像画を多数描いている。その幅広い交友関係の中には、日本人画家、藤田嗣ぐ詩人、マヌエル・バンデーラ、マンウェル・バンデーラ、評論家、マリオ・デ・アンドラーデなどの多くの著名人もいた。1932年、彼は、リオのパラセホテル、パレスホテルで個展を開く。 60点の作品は、幼少時代、サーカスなど、ブラジル人の生活をテーマにしたもので、当時一般的には、芸術的とはみなされていなかったテーマであったため、評論家からの批判もあったが、ブラジル現代画家としてデビューした。1934年には、初めて社会的なテーマを扱った、放浪者、OS ディスペジョドスを発表。その後、 白人と黒人の根結事を描いたメスチソ、メスティコはサンパウロ州立美術館ピニコーテコドエスタドでサンポウロの所蔵品となり彼の国内での評価は批判も続いていたが高まっていった。1935年アメリカピッツバーグのカーネギー財団の展覧会でコーヒー農園で働く農民たちの姿を描いたコーヒーカフェを発表し 国際的にも注目を集める。ヨーロッパ滞在中から壁画に興味を持っていた。彼は、1936年から1944年の間、時のジェトゥリオ・バルガス大統領、ナトゥールヨ・バルガスの下で、教育文化保健省、ミニスティリアダエド・カスオ・イーサウデの建物に、農民たちの姿を描いた作品群を完成する。この作品には、当時まだ重大であった。 エンリコビアンコ、アンリコビアンコも彼の下で参加している。1939年、アメリカ・ニューヨークの現代美術館、マムが、ファベーラの日常生活を描いた、貧民靴・モロを所蔵品とする。また、ピカソ、ピカーソのゲルニカ、ゲルニカに深く感動した。彼は、その画風に影響を受けて、聖書をテーマにした、ビブリカシリーズ。 シリエ・ビブリカを完成。この年には、息子ジョアン、ジュオ・コンディド・ポートナリーが生まれる。1944年には、建築家、オスカー・ニー・マイヤー、オスカー・ニー・マイヤーの招きに応じ、ミナス・ジェライス州、ベロ・ホリゾンチベロ・ホリゾンテ・パンプーリアの聖フランシスコ教会、イゲジャ・サウ・フランシスコでアッシジの聖フランシスコの、生涯を描いたタイルが、14枚の、 十字架の道行き、ビア桜、セイフランシスコの悟り、ザオフラソエスイ、ディースポジェンドーダスベステスを完成。北部の干ばつにより土地を追いやられた流民たちの悲劇を描いた、ヘチランテス、シリエリタイレンツ、幼少時代を過ごしたブロドスキーの少年たちを描いた、ブロドスキー少年たち、シリエメイニーニュースでブロドスキーと一連の代表作を発表する。 1946年にはヨーロッパで初の古典をパリのシャーペンテールガローゲイリア・シャルパンティエで開きフランス政府から叙勲レジオン D ーオーナーされる。1950年にブラジル独立のシンボルとなった悲劇の英雄チラデンテス・チラダンチスで平和維持会議ザ・セカンド・ワールド・コングレス・オブ・ディフェンダー・オブ・ピースから金賞を贈られている。 ブラジル政府から要請を受け、一枚の大きさが約14、10メートルという、彼自身の最大の壁画となる、平和、パスト、戦争、グエンラを完成させ、1957年にニューヨークの国連本部に設置する。鉛中毒を避けるために、常に黄色のゴム手袋をして描いていたが、中毒症状が進行し、1962年2月6日家族に、 見守られながら、リオの病院で池を引き取る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。